皆さん、はじめまして、田代ひろこです。東京から来ました。私は旅行が好きです。皆さんも旅行が好きですか？私は今までフランスやアメリカなどいろいろな国へ行きました。台湾は初めて来たので知らないことばかりです。私は台湾でしたいことがたくさんあります。おいしいものを食べたり、街を散歩したり。でも一番したいことは皆さんと会って話すことです。台湾のこと、日本のこと、皆さんのこと、一緒に話しましょう。外国語を勉強するのは難しいですが、面白いですね。上手になるためには、勉強したことを使ってみることが大切だと思います。SNS を書いたり、一緒に勉強している友達と話したりするのもいいですね。もちろん、私とも、話してください。皆さんと日本語で話すことを楽しみにしています。